今日のコメント、ハルカップさんは Z を指す気ですか？使ってくれると嬉しいです。あ、僕の推しワークつけてくれてる、ありがとう。よし、スーク行くぞ。スパーキーギャブルティックファイナルベータアルフォーステクニックバルバスゴッドゼウススーパーナルティックブレスデパートイノベーション。えどうもハルカップです。皆さん夏といえば何でしょうか？海や花火、夏祭りなどが思い浮かぶと思うんですが、僕はやっぱり海が浮かびます。海では泳ぐのはもちろん、水着のお姉さんを眺めるのもいいですよね。スークってさ、泳げるの？うん、泳ぐの超気持ちいい。それ北島康介。スーク古いよ、何年生まれ？というわけで今回はファンが描いたポケモンの常識からの水着について見ていきたいと思います。では関係ないけど、僕も生ビキニ見たいな。海行きてー。というわけで、ことの最後まで聞いててください。ファンが描いたポケモンキャラのビキニ姿が可愛すぎる件について、今回紹介するのはポケモンの女子キャラの水着姿のファンアートです。こちらのイラストはサイカさんが描かれたものなんですが、サイカさんは僕がいつも仲良くしている方です。過去には10年後の姿のポケモンキャラや擬人化イラストを紹介させていただきました。また新たなイラストを描かれたということで紹介するんですけど、今後ご自身の YouTube でも動画を上げていきそうなので、こちらのチャンネルぜひ登録して素敵なイラスト動画上がるのを待機して待っててください。 Twitter もいろんなエチエチなイラストを投稿しているので、一緒にチェックしてみてね。概要欄に載せときます。それでは許可いただいてますので見ていきましょう。まずはセーラー、セーラー XI のヒロインです。サトシに恋する可愛い女の子ですね。セーラーの水着姿はこちら。あー、可愛い。ビーチバレーやってるのかな。赤い水着かなり似合っていますよね。よく見ると手首にサトシからもらった青いリボンをつけてるのもポイント高いなと思いました。お腹の部分つけてるのもいいね。次はシロナ。シロナはダイヤモンドパールに出てくる人物です。新王地方のリーグチャンピオンです。水着姿はこちら。おお、いいですね。黒の水着セクシーですね。水着の上に羽織ってるのもなかなか色気があって美しいなと思いました。帽子かぶってるのも篠田さんらしいですよね。ぜひ正面の水着姿も見た。次はメイちゃん。メイちゃんはブラック2ホワイト2の女主人公です。主人公キャラって何かと人気なんですけど、メイちゃんはアニメに出てないのにかかわらずかなり人気なキャラだと思います。可愛い女の子ですよね。水着姿がこちら。わお、可愛い。てかすごい水着ですよね。がっつり見せるわけじゃなくて透けてるのってなんか逆にいいなと思いました。てかさっきからビーチバレー一緒に映ってるんですけど、何、サイカさんの趣味？次はヒカリ。ヒカリはダイヤモンドパールに登場した女の子で、サトシの旅仲間でした。最近登場して懐かしい話をしていましたね。水着姿はこちら。あ、アタック打ってますね。フリフリの黒の水着かなり似合ってるなと思います。チェックのスカートパンツもいいですよね。腕に巻いてるのはいつも首につけている赤いやつかな。よく見るとポケッチとブレスレットもそのままつけていますね。めちゃくちゃ可愛くて楽しそうにビーチバレーしてるイラストだと思いました。以上ですが、皆さんはどの水着姿が好きでしたか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じでファン描いたポケモンの女子キャラの水着姿についてでした。いやー、サイカさんとは普段一緒にゲームやったりとかして仲いいんで、サイカさんの Twitter と新しい YouTube チャンネル概要欄に載せとくからチャンネル登録とフォローしといてね。ちょっとこの動画でしたらチャンネル登録やすしごめんなさい、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッティー。